はい、こんにちは。こんばんは、シャリです。カルチューブって、超新選手縛りやっていこうと思います。はい、今日は、メンソレ那覇とのジャパンカップ準決勝 PK 戦をやっていきたいと思います。はい、行きましょう。順番はどうしようかな。まあ、このままでいいかな。はい、この間、後攻を取って負けたんで、先攻いきます。コイントスの結果、先に来ることになりました。もうね、前回 PK 戦でね、はい、確か、4回中3回外したのかな。で、負けてしまったので、今回こそちゃんとしっかり決めてくれることをお前祈ろう。本当に PK 戦うちのチーム弱いんで。お願い。止めて、止めて。OK、惜しい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 。まあまあまあ。全然惜しくないけど、とりあえず惜しいと言っとこう。決めてね。ミドル確か前回外した気がする。今回決めろよ。まあ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 。止めてくれる。はるかちゃんが止めてくれるよ。まあ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 、惜しい。悪くないよ どこが悪くないんだよな、本当に。まあまあ。しっかり決めればいいだけだからね。OK、怖かったー。OK、まだ一人しか外してない。うちのチームにとっては結構これは悪くない方、悪くないと思うよ。もうそれ止めないかな。入ってないよね。ナイスキュー！ OK、いいぞ、いけるぞ。PK 戦で勝つ時が来たかついね。決めて。ああ！いや、大丈夫。まだ大丈夫。信じろ。あるかも、信じろ。てか、PK 外しすぎなんだよ、マジで、うちのチーム。どうすれば PK 決まります？ PK 練習した方がいい、ずっと。